ぱい棒アップデートクラッシャー、たた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 。皆さんどうもこんにちは、ひとりです。今日のお題はこちらです。なぜ教会に行くべき、パート1。まずはじめに皆さんに2つ質問します。質問1番目、教会のどんなところが好きですか？少し動画を止めて考えてみてください。どうぞ。僕の場合は会社の人と話すとき、なんかフィルターを感じるんですね。お互いこう深いところまで入り込まずに正面的に付き合ってる感じがすごいします。しかし教会の人と話すとき、本当に心の奥底までお互い見せ合って本音で話し合える、こういうところが僕は教会のいいところだと思います。質問2番目、なぜ教会が必要だと思いますか？少し動画を止めて考えてみてください。どうぞ。日本にクリスチャンって 1% しかいないんですよね。だから普通に生きてたらクリスチャンと出会わないわけですよ。だから自分が信仰していることを分かち合う人ってなかなかいないんですね。そういう意味で教会に行ったらクリスチャンいっぱいいるんで、自分の信仰を分かち合うことができる。この点において私は教会は必要だと思います。タイトルからも分かるように、今日はなぜ教会に行くべきかについて話していきたいんですけれども、皆さん、なんで私たちは教会に行くべきでしょうか？なんでやと思います？なんで教会に行かなければならないんでしょうか？今日は初めに結論を言います。教会に行かなければならないのはズバリ私たちが弱いからですね。少し話は変わるんですけれども、イエス様の教えの中で特に重要なものがあるんですね。それは大宣教命令と大いなる戒めですね。大宣教命令、マタイ28章18節から20節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。大いなる戒め、マタイ23章36節から40節、先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです。そうですね、この大宣教命令と大いなる戒めの中に私たちクリスチャンにとってとても大切な5つの人生の目的があるんですね。それは1番目、伝道、2番目、交わり、3番目、弟子化、4番目、礼拝、5番目、奉仕です。私たちはこの人生の目的が神様から直々に与えられてます。そしてこれを人生をかけて全うしていくわけですけれども、私たち人間って本当に弱いんですね。一人ではなかなかこの目的を達成していくことができないんですね。すぐに横道にそれてしまうんです。だから私たちは教会に集まるんですね。みんなで力を合わせてイエス様のために働いていく、イエス様のお手伝いをしていく。一人ではなかなかできないこともみんなでやればより効果的になすことができるんですね。
聖書箇所をシェアします。エペソ人への手紙4章11節から16節のところ、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。そうですね、私たちは毎週教会にしっかり行き、そして自分に与えられた賜物を十分に生かして教会に仕え、人々に仕え、そしてイエス様に仕えて、どん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 霊的に成長していって、また熱心に霊的な一致を保って、キリストの体である教会を立て上げていく必要があるんですね。だから皆さん、教会に行きましょう。毎週日曜日教会に行きましょう。一人でいるんじゃなくて、しっかりと一つに集まって協力し合いながら、励まし合いながら、イエス様のために働いていきましょう。はい、ということで前半部分はこれで終わりにしたいと思います。後半部分も引き続き配信しますので、どうか皆さん見てください。それでは皆さん、さよなら、ありがとう、また見てください。